はい、こんにちは、グランピーです。今日ご紹介するのは自転車のホイールなんですけども、数あるホイールの中でも最高レベルのところに位置するホイールといえば何やと思いましょう。何やと思いますか。うちだとこれなんですね。これエンビです。エンビのホイールは、こう手組みで組むこともあれば、もう缶組みとして、もうメーカーで組まれているものもございます。手組みで組む場合はこの中央のですね、ハブの色、種類、モデルをこう変えれたりするっていうのが、特徴なんですね。で、このエンビの、素晴らしさ、凄さ、仕様に関しては、国内の代理店の、ページが非常にこう分かりやすく詳しく書いてますので、そちらを一度見ていただければなと思います。じゃあ、今日は何をご紹介するのかと言いますと、見た目です。見た目仕様はですね、概要欄のページに飛んでいただいて、ご覧いただきたいと思います。見た目、これ非常に重要だと思います。いくらこう性能が高くて、軽くて速くて、でも見た目いまいちっていうホイールだとちょっと残念ですよね。ということで、今回はこのエンビのホイール装着するとどんな見た目になるのかというのをですね、やってみようと思います。まず一つ目の、参考車体としまして、オールシティのディスクロードバイクジグザグ、これにエンビをつけたらどうなるかっていうのをやってみようと思います。もともとついているのは完成車の、ホイール WTB のリムに、オールシティのハブですね、がついて、こういう感じで、セッティングされていると、これをですね、前後変えてみようと思います。では今こういう見た目です。これがエンビのホイールになるとどうなるのか、やってみます。ではですね、このちなみにエンビのホイールはですね、ペインターの竹の下の、ホイールなんですけども、それをちょっとお借りして、今やってます。グランピーのオンラインショップを見ていただくと、今ある在庫である、ホイールセットが載っておりますので、ぜひ見てみてください。で、手組みホイールで、自分で一から作りたいと、いう場合は、カスタムのホイールカスタムの相談も受けたまわってますので、そちらもぜひ見てみてください。どうでしょう、前こういう感じになりました。後ろ行きます。よいしょ。で、エンビで、人気な組み合わせというのがございまして、色をつけたり、いい音を鳴らしたい、特徴的な音を鳴らしたいという場合はハブをクリスキングにされる方が非常に多いと思います。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。で、シリーズとしてエンビから今エンビのハブですとか、エンビのステム、最近ですとマウンテンバイクのアルミステムというのも出てきておりますので、あとですね、コストパフォーマンスがいいシリーズもいくつか登場してきてますので、よりエンビが身近になってきてるかなというふうに思います。よいしょ、着きました。では、ジョン、どうでしょうか、かっこよくなりましたか。速そう、非常に速そうになりましたね。なんで、このエンビのリムはディープリムっていうちょっと深いタイプですね、もラインナップでありまして、ちょっと浅いタイプ、まあ、これはちょっとこれぐらい浅いタイプも中にはあります、もあります。ですので、こう横から見た時の、インパクトがですね、ちょっと違うと。で、こう
アルミのリムでディープリムという深いタイプも実はあのカスタムパーツとしてあるんですけども、僕も使ったことがあるんですけど結構固めなので、ロードバイクの細いタイヤで走るでも衝撃は吸収してほしいという場合はこうやはり、こういうカーボン製のものを使われた方がいいと思います。はい、これがオールシティジグザグのエンビー入れ替えてみた見た目です。で、例えばオールシティですと本体すごいしっかりしてますのでホイールをエンビー次はステム次はハンドルシートポストというふうに、とこちょこちょことやっていくと最終的には非常にすごいバイクが1個組み上がるという感じで、カスタムされてはどうかなと思います。では、今回はですねもう1台やってみようと思いますので、準備します。一旦、はい、ストップしますはい、場面入れ替わりまして2台目、いきます。次はシグのロードバイクですね、こちら今ついているホイールが、マビックのオールロードホイールです。一番こうコスパがいい、ホイールが今前後についててそれに冒険の、タイヤが装着されているという状態ですね。これでももう全然かっこいいんですけれども、果たしてですね、この自転車にエンビをつけるとどのような見た目になるのかというのをやってみようと思います。見た目重要ですからね。よいしょ。ではでは前のホイールを外します。外しまして前を装着します。もうこの時がですねこのエンビのホイールをこう最初に一番最初に手に入れた時この時がもうたまらんと思います。これ早押します喋り始めたらですね止まらなくなるんでこうよいしょよしこういう具合です。どうでしょうか。スリスリスリとちょっと仮止めでこう後ろ行きますっていうあれですね、この交換の時のこのうわってやっぱりなるんですよ。お客様の自転車をこう組み上げてる時もですね途中からこれはやばいなってなってスタッフでわやわやしてることもあります。これはやばいなかっこいいなっていうのがですねあるんですよね。でもそういう自転車って本当に一生に一度のこう夢のような自転車なんで、よいしょ。そう簡単にですね、まあ、現実的にポポポポンと何台も何台もっていうのは難しいんですが、もうこれだけは完成させたいというのでこう組むっていうのもいいかなと思います。もう夢のドリームバイクですね。ドリームバイク。では後ろ装着します。よいしょ。ゴーってよいしょ。はい、こんな感じでございます。よいしょ。ちょっとお待ちください。よいしょよいしょ。はいはい、できました。仮止めですが、さあどうでしょう。ドン。ええですね。全然違う。もともとついてたのも少しディープなリムやったんですけども、やはりここの厚みがあると非常にかっこいいですね、うん、こういう感じになってます。 GRX と、まあ、このブラック系のパーツでエンビ揃えてあげると非常にまとまった見た目になります。はい、どうでしょうか。これが2台目
エンビのホイールを装着して見た目がどう変わるのかというのをやってみました。ロードバイクのホイールセット展開エンビありますし、マウンテンバイクの方もですね、やはり全然違う見た目になりますので、やはりその性能だけではなくて交換した後のこの状態、パッともうパッと見て、あ、違うというのが感じられるのもエンビの楽しみの一つかなと思います。で、自宅でですね、今までこう外に置いてた、玄関出てすぐのところに置いてたやつが意外とこう室内に置くようになったり、これを見ながらお酒をちょろっとでも飲める、そんなおかずにもなったりと、そういうですね、副作用的な楽しみ方、もありますので、ぜひですね、いつかは手に入れたいエンビ、グランピーローンもありますので検討していただければなと思います。で、最後にですね、もともと試乗車だったサンタクルーズの自転車に実はエンビがついているもので、今販売しているものが1台あります。マウンテンバイクなんですけども、それを最後にご紹介して終わろうと思います。はい、ではこちらに用意してます。よいしょ。これは本当に1台だけなんですが、現行ではなくて少し前のタイプのフルサスペンションマウンテンバイクトールボーイ C ですね。フレームから組み上げたもので、ホイールはエンビです。これも今もう一個一歩前のエンビかな、今はこう黒いロゴのタイプになっているんですけども、このエンビのホイールとサンタクルーズのフレームとセットになった1台だけ、ご用意してますので、ぜひフルサスでエンビを使いたい、乗ってみたいという方はこのセットどうぞ検討してみてください。こちらは、約70万円ほどとなってます。はい、ということで、今回はエンビのホイールつけたらどれだけ見た目が変わるのかというのをやってみました。どうもありがとうございました。